OMM2023 年走ったバイクですね。クラストバイクからエバージョンライト。普段は 650B のブラント SS のホイール使ってるんですけど、オンロードが多くなるかなと思って 700C に変えました。ロルフのハイアライト25ですね。クラベル用のスポーク数が少ないホイールになります。タイヤが WTB のリドラ 45C です。転がり良くて結構剛性良くて調子良かったです。軽いし。クランクがホワイトインダストリーズの A30BB が BSA 中のスピンドルを M30 ってやつに変えて組み合わせてます。アームは R30。 フレームバックを高谷店縫製チームのジャグさんに作ってもらいました。ゴールデンサドルシムワークスと日東さんのコラボのスモークカッターバー 480mm で、普段ここにM1 をつけてファビオズチェストのスモールサイズですねつけてます。問題なく入るかなっていう。フォークの3連ダボにキングケージのステンレススチールケージ、トップチューブ下が埋まってるんでここにつけていったんですけど調子良かったです。アウターシェルのステムポーチシートバッ